寒い特にうちもないんだけど霊感ゼロの人間が唯一体験したヒヤッとした話4年前の夏バイクの免許取って中古なんだけど 400cc のバイクを購入納車の日の夜19時過ぎ仕事終わって ワクワクしながらヘルメットを持ってバイク屋さんへ。バイク屋さんにつき状態を確認してから街をブラブラと走ってた。一通り走った後、信号待ちやら混んでるわで、街中ではあまり気ままにドライブできないことに気づき、海岸沿いを走りたくなった。それで、 車でよくドライブに行ってた鹿の島へ向かったんだけど夏だったこともあり100キロ近く出しても全然涼しくないぬるい風が強く吹きつけるってだけみたいなそれでも初めての自分のバイクでのドライブで楽しかったただある瞬間から変化があった 俺はもともと霊感なんて皆無で生まれてこの方そういうものを見たことも聞いたこともない。こういうオカルトとかも話聞くのは好きだけど半信半疑。で、福岡の人ならわかると思うんですが、鹿の島はほぼ一本道の海岸沿いを抜けたら小さな島をぐるっと回る分かれ道がある。どっちに行っても戻ってくる道で、 何回も車で来たことはあるんでなんとなく左の道を行くことにした道に入ってすぐ小さな集落というか何軒かの民家があるんだけどそこを抜けて道が開けて海がブワッと見えた瞬間急に気温が下がった夏場冷房の効いたお店に急に入ったみたいな変化まあ,あまあ海沿いだし 時間も時間で大体23時ぐらい冷えてきたんだろうなぐらいに最初は思ってただけどその冷たさが尋常じゃない真夏なのに寒い肩が勝手にガタガタ震えてるぐらいに半袖ってこともあったのかもしれないけどある場所から急に寒いなんてちょっとおかしい そもそも時速100キロ出して寒くなかった海岸線があったのに、なんで時速60キロほどでここだけ極端に寒いのか。ただ、どうにかして自分を納得させようと思い、あれこれ考えた。より海沿いだから冷えたんだとか、街の熱が遠くなったからなんだとか、あたりはたまに街灯があるくらいでかなり暗い、 寒すぎる。すぐ横が海だからとかいうレベルじゃない本当にバイクだけが頼りだった幸いヘルメットの隙間からイヤホンを忍ばせて音楽を聴いていたんでどうにか平常心で運転できたただこういう時ってなんか怖いことを連想してしまいがちでもしかしてバイクの後ろに何か乗ってんじゃないかとか考えてしまう。 それを考えさせるぐらいの寒さだった。そして、ドライブスポットなのに、こういう時に限って対向車なんかは来ない。寒さと暗さでどうにかなりそうだったけど、なんとか中間地点っぽい施設についてバイクを止めてほっと一息。ただ、真夜中ってこともあって、その施設も明かりは最小限しかついてなくて、にひとけもない。 音楽を消すと静寂に包まれて急にまた怖くなった慌ててバイクにまたがってギアを入れるとバイクのエンジンが止まったうう一番最悪な事態にエンジンをかけて何度も何度もギアを入れようとするけど止まる焦りがどんどんでかくなってきてなぜか友達にとりあえずメールしたりした なんでどこで一人かそんなやりとりをしていると急に施設の電気がすべてふっと消えた恐怖はピークになって周りを見渡したらダメだって何か思ったそしてすがる思いでバイクにまたがってギアを入れたら入ったなんともバカな話 俺の乗ってるバイクはスタンドを上げていないとギアが入らない安全設計だった電気が消えたことで逃げ出したい気持ちが高まりスタンドを上げたのが良かったんだと思うそして電気が消えたのはただ単に0時で日付が変わっておそらくだけど施設の自動消灯だと思いますというか思いたい 特にオちはなく、ここで話は終わり。ただ、そこから走り出してすぐ寒さは全くなくなりました。本当に何だったのか。鹿の島付近の海で、なんか過去にあったりするのかな。